で、こちらですが、西村さんですね。宮崎正宏さん、怒りのメルマガ配信。8月8日号で宮崎氏は、極めて常識的な報復を提示。日本が普通の独立国家なら、このような対抗措置を取る。岸田相以下、内閣全員で靖国神社参拝。台湾要人を日本に招待し、各地で歓迎行事を観光。日本の大型国会議員団の包帯。習近平来日を正式に断る。ダライラマ、ゲイカ、ラビア、 カーディール、女子、来日に首相面談。尖閣、海域に自衛、感染を、隊感染、感染を常時発見。四国撤退の日本企業への女性促進強化。13の日本の大学の講師学院廃止。米国ブラックリストに基づき、四国企業と取引禁止。公務員、自衛官のファーウェイ、携帯電話の使用禁止。土地使用法適用、シナ人所有、土地を厳重審査。違反は、 接種日中通貨スワップの停止。スパイ容疑の四国人、大使館員、メディアを一斉国外退去命令。ビザ発給。ビザですかね。ビザ発給。あ、失礼しました。ビザですね。ビザ発給を暫時停止し、四国人の偽留学生の多い日本語学校を立ち入り監査。税関は四国からの輸入貨物検査の徹底。日本の配偶者あるなしにかかわらず、帰化した四国人の再調査。 地国語、メディア、放送などのモニター監視強化など、以上が宮崎安田がこれくらいの報告措置を取らなければならない軍事挑発と主権侵害を CCP が今現在日本に行っているという認識をまず持つことが日本人であるならばねとおっしゃってますね。これすごい具体的でわかりやすくて、なるほどと思いましたね。で、こちら島田おさんですが、今、米議会で最も注目すべき法案は、台湾を同盟国と規定し、 軍事関係強化を謳たった台湾政策法メネンデス上院外交委員長民主が主提案者バイデン政権は市国を刺激しないよう早に追い込むか内容を骨抜きにしようと懸命日米とも政権は備中傾向が強いポイントは議会がどこまで巻き返せるかとおっしゃっていますねで、えー、ここから国防関連ですが平井浩一さんですね会社が破産すると従業員は即時解雇される メガソーラー運営会社が破綻,する破綻するとメガソーラーは放置されラピュタ状態になる。ソーラーパネルを撤去し現状回復する資金はない。再エネ利権政治家がメガソーラー建設地に現状回復の予託金を徴収する法律を作らないことが原因。法律改正で予託金義務化をと。 こちらあ、実際の写真を載せてらっしゃいますね。上の写真とこの写真は、破産したメガソーラーを撮ったもの。草は伸び放題で、晴れると太陽光パネルが発電する。パネルが壊れて、中の有害物質が地上に染み込む土壌汚染を起こしても放置されたまま、無責任すぎる山ごとラピュータ状態というふうに言われていますね。ねこちらも先ほどあ写真ですね。はい。いやー、ほに。 これ前回の Q&A の中でも説明してくださっていますの、ね、でこちら白川さんですが上海離陸問題に危機感を持っているのは自民党では松川るい氏や長尾隆氏などごく一部統一教会よりよほど問題だろうに日本人の危機意識の方向性を疑うと。 指摘していらっしゃいます。で、こちら、平レコ康二さんですが、スパイ取締法のあるアメリカが羨ましい。四国の超厳戦や浸透工作から日本を守るためには、スパイ取締法が必要。泥棒が窃盗罪を意味嫌うように、スパイはスパイ取締法を嫌う。勇敢不自からと。米国一斉四国スパイ狩りというふうな記事が出ていますね。で、こちら、C 国の大学での名誉教授の肩書や講演、講義を行っていた経緯についてと、山田太郎議員の おーページを紹介してらっしゃるんですが山田政務官が捕獲する国防7校と日本の大学との深い闇北京航空工天大学は慶應義塾大学や東京工業大学とも提携や協定等を結んでおります山田政務官は北京航空工天大学名誉教授を辞任したのか 日本はサイバーセキュリティに取り組まなければならないのに大丈夫か。政府は日本学術会議やけぶりスキームを押し通そうとしているが、経済安全保障はどうなるのか、言うだけで実行が伴わないなら大問題だと。山田太郎議員のことを指摘していらっしゃいますね。で、こちら。これ以外事実ならば、看過できることではない、ではありません。政務官が四国人民解放軍の武器開発を担当する、 北京航空航天大学と関連しているとは、日本の EZ に打ち込まれたミサイルなどの開発を担当する機関ですとおっしゃっていますね。山田太郎デジタル大臣政務官が、四国人民解放軍国防7校の北京航空航天大学の名誉教授という風な、この写真を引用されてらっしゃいます。で、西村浩恵さんも紹介されてました、ね、紹介されてらっしゃいますね。これが事実なら、岸田政権は C 国共産党の傀儡政権になる。 林を変えないことが重要だ。岸田首相はクワッド開催直前に来日したダボス会議世界経済フォーラムのシュアブ議長と何を話したのか、脅された追求するジャーナリズムを解無。安倍氏暗殺の様々な要因とされる一つ一つが輪郭を持ち始めていると指摘していらっしゃいますね。あ、こちら。平井小さん、残念ながら事実でした。道理でセキュリティクリアランス制度に反対する者が多いわけですね、と。 いうようにこちらのページを紹介しておっしゃっていますねいやこれはなかなかの大問題ですねいやーこれもちょっとまた平井恋さんにぜひいろいろ伺いたいなと思いますでこちらカルタさんですが C 国の超限戦をあらゆる分野を覆うサイバーセキュリティ担当の山田太郎デジタル大臣政務官が国防7校の北京航空工程大ソフトウェア学院名誉教授の称号を受け 国の研究者受入教教官として教えてえいた事実日本の EZ に打ち込んだミサイル開発の担当機関と政治家とのありえない関係だがこれが日本ともう日本や,やばいですねでこちら平井浩二さんですが松野官房長官「中国人民解放軍の武器開発を担当する国防7校の1校北京高天あ航空工天大学と政務官との点検見直しの方がより深刻な問題かと資料しますが」と。 いうように言われていますね。これは旧統一協会との関係、点検し見直しをと松野官房長官がおっしゃったことの記事を引用されてこのようにおっしゃっていますね。本当に今すぐこれはチェックしていただきたいですよね。で、こちら。あ、ここから自民党関連なんですが、小崎奈々さんですね。日韓議員連盟は警告のお使いか。日韓議員連盟の武田良太幹事長は、警告側の 要望を受け、今年秋以降のケコからのノービザ入国再開を日本政府に促すと明らかにした。民間交流の活性化を目標にというけど、デモや仏像窃盗、靖国神社への爆発物設置は民間交流ではないと。ねえ、これ本当にすごいですね、日韓金連盟さんもねで。こちら、自民4役、茂木氏以外交代で調整、政調会長に安倍派、起用案。 麻生松野氏続投へというふうなことが言われていますね。また、こちら、萩生田経産省続投か、政調会長など、党の要職で起用する案浮上、高市政調会長と福田総務会長は交代が有力し、と複数メディアが報道していますね。でこちら、萩生田経産省、俺は国こ,こじゃなかったのか、自身の閣僚人事に言及というふうに言われています。萩生田氏は、最後は総理のご判断に委ねたいとしつつ、 引き続き信頼をいただいている経済産業行政をしっかり前に進めていく、それに全力を挙げていきたいと続投への意欲をにじませたとおっしゃっているんですが、こちら、来週に相次いだ、あ、失礼しました。週末に相次いだ人事関連の報道について自ら聞いたし、報道で骨格は維持すると出ていて、ああ、俺は国有じゃなかったのかとそんな思いもありますとも語った。 ずの官房長官や自民党の麻生太郎副総裁らが続投するとの一部の報道で萩生田氏の名前がなかったことを示唆したと見られるというふうなこともここで書かれていますね。で、こちら、唐田さんですが、こちらですね。報道では、林外相、鈴木財務相、斉藤国交相、茂木幹事長、麻生副総裁を留任で、岸防衛省、高市政調会長は交代、つまり露骨な備中緊縮政権へ、オースティン国防長官らアメリカの抜群の信頼の岸氏や、 財政政策検討本部を作って財務省と戦った高市氏を外すと、安倍氏指揮で日本終焉のゆえんというふうなツイートを引用されて、テロリストの教団に倒れた安倍元首相を悼むこともできないマスコミと安倍側の活動成果が内閣改造で現れる露骨な美中緊縮政権へ舵を切るのか、注目は防衛省、林外相留任という信じ難い人事に加え、防衛省に美中派起用なら日米2プラスが崩壊、 四国の台湾侵略は早まる世界の危機これが四国の長原戦と紹介してらっしゃいますでこちらカルタさんですが松田学さんのツイートを紹介されて岸田首相は本当に備中緊縮に突き進むのか平井浩二氏と松田学三政党代表の対談を見ると自民党以外の現実政党に期待せざるを得ない 四国の超原戦と日本をどう戦うか、国を守る決意がない首相で、日本の存続が可能かという段階に入った日本、国民はいつ気づくのかとおっしゃっていますね。で、こちら MI2 さんですが、安倍派は安倍さんの後継者がいないとか言ってるけど、岸田派だって、派内のポスト岸田が林を嶋って、まず勝負感なさそう、運なさそう、人望なさそう、話がつまらない、あくまで素人的なイメージとおっしゃっていますね。で、こちら、 政界屈指の親中派林外相の流入は地雷化岸田首相が茂木氏らと人事協議指揮者適任でない保守層を離れるとこちらで報道されていますねで島田氏は指摘します「C 国が軍事的圧力を強めて米中対立が激しくなる中日本には中国に厳しい態度をとる外相が求められる親中派とされる林外相は適任ではないと指摘されてらっしゃいますね で、こちら、林外相と国連事務総長が会談、四国弾道ミサイルのに深刻な懸念というふうなことも、まあ、このようにはおっしゃっているようですね。で、こちら、で、こちら、太陽製紙前会長の井川さんという方なんですが、 今だから言います。4月4日に、故安倍元総理と食事をご一緒したとき、林さんは四国のハニートラップにかかってるでしょうねとおっしゃってた。今回もお話になっていたとのことで。まあこれ事実かどうかは、今となって私は確かめることはできないんですが、これ事実であれば、安倍元首相もこのように考えてらっしゃったんでしょうかね。 で、こちら、島田義さんですが、今、日本を含む東アジアは、習近平という卑劣な男に支配されるかどうかの瀬戸際にある、美中命の林義政外相留任はじめ、岸田政権のいい加減な人事は許されないとおっしゃっていますね。で、こちら、安倍政権では首相が外交を仕切ったから、外相は岸田でもよかった。今は核廃絶を上ごとのように唱える岸田氏が首相だけに、全方位土下座外交の林、えー、外相留任では話にならないと。 いや、危機的状況ですね。で、渡辺さんですが、閣僚と党役員ポストは派閥推薦です。派閥リストから人選する。最終的に総理判断とおっしゃっていて。またこちら、大臣的例期、衆議院当選5回、参議院当選3回、衆議院は基本選挙区当選とおっしゃっていますね。で、こちら、福田防衛大臣説、 流したのは誰でしょうね私が聞いている話とは違うが、まあ岸田さんが決める話ですけどとおっしゃっていまして、で結構福田あ達夫防衛大臣説っていうのが流れていましたが、渡辺さんが聞いていらっしゃった話とは違うんですね。どんなお話を聞かれていたんですかね。でこちら、小崎奈々さんですが、内閣改造で岸防衛大臣が交代するという報道に警告も注目。岸防衛大臣は6月の アジア安保会議で、渓谷の国防長官と目も合わせなかったとして、渓谷で批判された。渓谷軍の自衛隊機レーダー照射事件に渓谷はまだ謝罪もしていない。次の大臣もここはしっかりしてほしいとおっしゃっていますね。で、こちら、高市の防衛省が浮上。内閣改造、林外相留任で親中派内閣の懸念。旧統一協会との関係。局面転換を狙う 官僚の処遇にも注目というふうなあザクザクさんの記事なんですがこの中でいろいろ紹介されている中でこちら「最大の焦点は防衛省ポストだ」「安倍氏の実定で米国や台湾の信頼が厚い岸信夫防衛省は健康状態を考慮し交代させる方向とされる」「公認候補には福田達夫総務会長や岸田首相と同じ広島県出身で財務官僚 OB の寺田氏」 の名前が浮上しているただ福田氏の父安雄氏は政界きっての親中派と言われた親中派の林氏が外相に留任する中防衛省に福田氏を抜擢すれば欧米諸国がどういうメッセージを受け取るかが心配されるまた日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなる中防衛予算の大幅増は不可欠といえるこのタイミングで頭脳明晰とはいえ財務官僚 OB の寺田氏の起用も微妙だ 万が一高市防衛省になれば国内外に安倍路線の継承、日本は自分の国は自分で守るという決意を示したというインパクトを与えそうだ。旧統一協会との関係が指摘される閣僚の処遇も注目だとおっしゃっていますね。はい。いやこの高市さんがなれば、もちろんインパクトは大きいですが、万が一ということで、ね、実際そんなようになるのかはちょっと何とも言えませんが、ね、もし、 なっていただけたら本当に嬉しいですよね。で、こちら、唐田さんですが、改造の注目は、安倍元首相の政策、心情を最も引き継ぐ高市早苗氏の処遇。政調会長として、通常国会で159本の法案審査を行い、豊かな知識で常に的確な指摘ができる最高の政調審議会メンバーを誇りに思い、義務をこなしてくださったことに感謝しますと発信した実力政務会長、同省重要閣僚として、 グーセルか焦点にというふうに言われていますね、えーはい。高橋さんね、成長会長がどこに、えー、どこのポジションになるのかあ注目しております。ぜひ皆さんは、ここまでいろいろ紹介させていただきましたが、ぜひ皆様のご意見などコメント欄でいただけたら幸いでございます。というわけで、ここから先は、メンバーシップとプレミアムメン,メンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいような情報も扱いたいと思っております。続きは動画概要欄からご視聴ください。いばしょさここまでです。ありがとうございました。 というわけで他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長尾さん、吉田さんの Twitter 探偵団ございますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。アーカイブですね、ご覧いただけたらと思います。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。追伸最後はやっぱり癒やし系動画で終わりたいと思います。本日はこちら。目の前に魚があるのに全く触れられないと不思議がる猫さんというふうに言われています。見てみましょう。 はい氷の中にいるから触れないですねグリングリになってますね最後飛び上がってめちゃくちゃ可愛いですねえもう一つこちら滑りながら接近してくるゴリラその登場の仕方は初めて見たというふうに言われていますってみましょうはい溶けてきましょうか 確かに初めて言いました。<laughs> ゴリラってなんでこんなに面白いんですかね。で、この子供もちゃんと空気読んで、子供か知らないですけど、これちょっと空気読んで、溶けてますしね。<laughs> めちゃくちゃ面白いですね。はい。私もこれを参考にして、えー、すごい登場したいと思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。